今回からオール読み物新人賞というのは応募券がつき、応募券がつくようになりました。それがついてないと出せない。これは僕は非常にいいことだと思います。つまり往々にして皆さん応募先のその小説雑誌というのを読まずに出すということが非常に多い。この間あれだったな、あのインターネットを見てたら、そのオール読み物の新人賞に応募券がつくようになりましたっていうのを発表されたら、せこいっていうような意見がありましたけど、せこいのはせこいって言ってるおめえだよって。オール読み物一冊いくらだと思ってるんだ。でオール読み物でだいたい1回の新人賞の応募でだいたい2500-2600あるけれど、2500-2600冊本を売るのって大変ですからね。そのことを思えば応募券は当たり前です。だから皆さん、あのオール読み物買ってください。あくまでも小説の新人賞というのは就職試験の一つだと思ってください。で、皆さんが就職試験を受けるときに、その会社がどんな会社か分からずに飛び込んで、その受けることってないですよね。それと同じことです。